やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。石川県で震度6弱です。今のところ、今ね、6月19日の午後5時くらいで、ついさっき起きたよ、みたいな感じで、まだ、どのくらいの被害があるのかわからないんですけれども、もし今後ね、被害の様子が、明らかになってきたら、何か被害に遭われた方がいらっしゃったら、本当にお見舞い申し上げます。で、今月まだ注意すべきなのか、前回の注意喚起の動画で、20日の週って私言って、それがずれただけなのか、いや、まだまだちょっと注意すべきなのか、本震があったりとか、別の地域でまたあったりするのかとか、ちょっと見てみようと思います。地域ごとに。はい。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターで、この日とかこの時間空いてますよっていうアナウンスしてますので、占いタウンから申し込みください。あとお知らせ、その1、たまきの占い付き結婚相談所サービス、ズバコンっていうのを、ブライダルパートナーズさんっていう相談所、この相談所すごくてですね、成婚率 70% 以上っていうところと一緒にやっておりますので、私のLINE でのフォローとかね、個人鑑定とか入ってるサービスです。ぜひご検討ください。あと、心に本格占い館で、たまきの占いのデジタルコンテンツが気軽に楽しめますので、ぜひ見てみてくださいね。さて、ちょっと声のトーンを落として真剣に占いましょうね。いつも真剣じゃないのかって言われると、いや、いつも真剣なんだけどさ。せめて話し方を真剣にしようと思って。自信が怖いから、本当に。怖いよ、私だって。そうだよ、なんかもう、昨日、動画アップしてからさ、なんかいろいろさ、家の上の方にあるものをさ、下に落としてさ、夫にもさ、ね、本当に来るかもよとか言ってさ、ね、なんか食べ物を備えたりしてさ、やってて、ああ、石川県でなんかついに来たと思って、いや、本当にお見舞い申し上げますけれども、なんか、どうなんだろう、なんか、最近個人鑑定ね、受けてくださった方、あーって思うかもしれないけど、なんかまだある気がするんだよね。なんとなく。なんか角に出たりするのよ、個人鑑定してても。ちょっとなので、6月20日以降まだ注意すべきかどうか。あと、地域ごとね、これちょっと気象庁の方で分けてみたわ。北海道、東北、ここは説明不要かな。で、北陸に新潟入れました。はい。で、関東は、山梨と長野と静岡が入ってるバージョン。で、東海は岐阜、愛知、三重の3県。近畿は滋賀と和歌山はこっちに入ってて。中国と四国は大丈夫ね。九州、沖縄も大丈夫ね。はい。こんな分け方でちょっと占ってみますね。そう、前回の動画アップした後も、具体的な場所はって言われて、ああ、そうだね、占おうねって思ってたら、意外とその前に、震が来てしまって、あーって思ってしまった。ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃって。じゃあ、とりあえずまた6月20日以降、明日以降ね、明日月曜日以降、まだ注意すべきですか？これいつアップしよう？明日の朝か？月曜の朝からこんなどんよりした動画をアップしていいのか？20日以降まだ注意すべきですか？タロットさんなんていうかな、個人的な直感ではまだな気がするんだよな。はい、6月20日以降、何出るかな？怖いな。わー、まだ怖いの出る。怖いの出た、悪魔。節制の逆、タワーじゃない。審判の逆。おー！気をつけた。でも対策注意点が太陽なの？どういうこと？ここまで悪いカード出てて、いや、大丈夫だよ、みたいな。大丈夫で、この場合の太陽、違う太陽なんかな。なんだろうね。いや、今日さ、この後19日の夜にさ、北朝鮮のミサイルが落ちる可能性はって聞いて、そっちも怖いカードが出ててさ、なんか、ちょっと、太陽、なんか爆発のカード的なのをこう、彷彿とされるじゃん、ちょっと。若干。まあ、ちょっとこの太陽は今回、楽観的で大丈夫だよっていつもは読むんだけど、太陽が出ると。対策注意点にね。でも、悪魔とタワーと審判の逆と接戦の逆、ああ、そう。だね。注意してほしい。プラスなんか水辺のカードが逆向いてるので、地震プラス水、津波とか水系に注意かな。海？海？そうだ、海って可能性もあるね。
はい。じゃあ、北海道の注意度っていうか、危険度。北海道の注意喚起度。はい、北海道、星の逆。死神の逆、節制。ああ。星の逆はまあ、ちょっと三角っていうくらいかな。三角。そこまで悪い感じじゃない、でもね。この辺が全部いいカードだから、節制と死神の逆と埋めのは。なので、なんかあったとしても、軽いとか、なので、まあ、注意度としては 30% くらいかな。100% が、マックスね。うん、北海道。たまに、関係ない話。個人鑑定、玉木にこうやってもらうと、見透かされそうで嫌だわ、みたいな。怖いわ、みたいな。ね。書かれる方が嫌だけど。それは大丈夫よ。安心して。個人鑑定、ウェルカムよ。ね。なんか悩んでることがあったら、いつでもご連絡くださいね。今本当に取りやすいから。うん。取りやすいからって言って、そうね。今日時点ではまだ全然取りやすい。東北。行くぜ、東北。私の第二の故郷。仙台に6年間住んでおりました。東北。審判じゃない。最から言い間違いが多い。あっちがね、今日、悪魔が出た。ズバッと出ました。なんか危険は秘めてそうだけど、この一週間とか、なんかこの期間、私の聞いてる期間、この1ヶ月くらいの間は大丈夫そう。でも、東北はずっと注意してた方がいいと思うね。悪魔を秘めてるよ、内側になんか、歪みとか。なので、東北も 30% くらいって言っとくけど、なんか常に、ここは常に注意してみたいな。常に注意。常に、うん、地中に何かが、歪みが潜んでそうだから、こう、長期的な視点で備えてねっていう感じがする、東北は。じゃあ、北陸、今回の北陸。石川、能登地方か。そう来たか。能登。いつかね、主人がさ、福井出身でさ、なんかこう、通過するたびに、石川のあの、能登あたりに行ってみたいよね、旅行っていつも言ってて、行きたい場所であります。能登半島の能登だよ。はい、北陸。なんか、夫はなんか、大昔の、福井県地震みたいな、名前忘れたけど、そういうのがあって、うん。なんか怖かったって言ってた。うん、節制の逆、審判の逆、運命のあの逆。ズバッと出ました。そうだねー。あ、水っぽいのここで出、さっきのさ、まだ注意すべきの時に出た、悪魔は出なかったけど、なんか同じカードはセットは出たね。注意度、まあ、高めですね、北陸。また太陽が出た。なんだろうね、これね。なんだろう。北朝鮮絡みとかじゃないといいなって思うんだけど。まあ、地震でもどっちも嫌だけどさ、注意度 70% ぐらいにしとくね。なんか、今回、震度6あったし、まだ本震、注意してね、みたいなのはなんか感じるから、資料深くね、備えてね、みたいなのは感じる。備えて。次、関東。東京は密集しているから怖いよ。地震でペチャーっていうのも怖いけど、そこからの火事みたいなのも恐ろしいね。あと、高い高層マンションに住んでいる方々、お気をつけくださいね。30階とかさ、20階とか30階とかに住んでる方。不動産価格が8月9月に落ちそうみたいなのも、この前だなったじゃない。あれともこう、関わりがないといいなみたいな。関東、世界の逆、皇帝の逆風だ、悪魔。怖いね、ズバッと出ました。これなんか東北と似た感じがあるね。なんか、潜んでるっていうより、ちょっと東北よりもっと表面的に現れてる気がする。
東北よりもなんか次にこう地震が来るのは関東の方が先のような気がするよ。なんかそうだね、対策注意点欲しい。関東もちょっと高めかな。北陸と同じくらいかな、 70%。 東北よりは早いと思う。何か地震が来るのは、来るなら、大地震みたいなのが来るなら、さっき言った東北、何かこう潜んでるよみたいな言った東北よりは、なんかこう歪みがもっと先にパーンってなりそう。じゃあ東海、岐阜、愛知、三重、東海、節制の逆、戦車、死神の逆、審判の、さっきからさ、節制の逆と審判の逆がさ、セットで出まくってんだよね。全体の注意すべきの時と、北陸と、今回も。これなんだろうね、審判の逆で。ちなみに、どういう意味かっていうと、単純に。そのままのカードの意味は、節制の逆は、自制心がないとか、中の流れが悪い。お金とか、気持ちとか、流れるもののね、流れが悪いとか、調和しないとか、落ち着きがないとかいうカードよ。節制の逆。で、審判の逆は、後悔とか、再起不能とか、なんか物事が決まらないとか、優柔不断とか、そう。これだと、パーンって、スパーンっていい結果が出ても、決まるみたいな。そうね、後悔するみたいな。カード。でね、水が背景にあるのがね、気になるよね、エロフォーね。そうだね、東海も、なんか、北陸と同じ感じ、70% 備えて、なんか、水に関わることに注意してほしいな。はい、近畿。滋賀と和歌山はこっちでございます。はい、近畿。皇帝の逆。ズバッと出ました。あー、そんなに高くはないかな。20% くらい、近畿。でも、対策注意点に釣られた男が出てるので、東北と同じで常に、まあ注意はしてね、みたいな。長期的に注意はしてね、みたいな。はい。続いて、あと4つか。中国、四国、九州、沖縄。まず中国。はい、中国地方。恋人の逆。こういう時に出るとあんまり良くないね。なんかこう、プレートとプレートとかがずれそうでさ。ズバッと出ました。そうだな、中国地方、50% くらいかな。そうね。こういう時恋人の逆出るとね。ほんと、プレートの、こう、ズレみたいなのを連想させるよね。対策注意点いいんじゃ。な、そんな、でも、めちゃくちゃ悲惨さみたいなのは、パッと見って感じなかったけど、とりあえず、備えてみたいな。うん。はい。続いて、四国。南海トラフとかだと四国もあるか。でも、近畿があんまりあれだったんだよな。近畿の、なんか、備え程度があんまり高くなかったけど、四国。あ、四国。めちゃめちゃいいカードが出た。四国が何でもないなら南海トラフではないのか。四国、よかったね。でも相変わらずこの2枚はこう、正位置になろうと出るんだね。怖いね。節制と審判。四国、とりあえずな、10% とか言っとくよ。とりあえず、なんか、良い、カードは良かった。だが、しかし、審判のカード。これさ、結果が出るとかさ、こう、最後の審判の笛がね、笛の音がわーってこう、まあ、復活みたいなカードであるけど。まあ、なんか、船の音が鳴ったら注意してね、みたいな。そういうのは感じたかな。例えば、どこかで、他の地域で、地震が、ちょっと石川だと遠いかもしれないけど、もうちょっと近めのとこで地震起きたら、そこからは注意してねとか、そんな感じかな。九州。九州は、
九州も四国と同じで、同じだね。ここセットで良いカードだったね。じゃあ日本の真ん中の方なのかな。九州もとりあえず、まあ、でも備えることはやめないでね。とりあえずカードは良かったけど、沖縄。沖縄ってそもそも地震があんまりいない。でもたまーにあるよね、たまーに。はい、沖縄、フールの逆。ズバッと出ました。これは、沖縄ちょっと注意度高いね。お隣のこう、台湾とかさ、台湾はなんか、起きるよね、たまにね。なんかそっちとこう連動するとかさ。沖縄ちょっと高いわ。70% くらいにしとか。台湾、なんか、どこか他のとこと連動みたいな。さて、ちなみにこれも聞いていい？北朝鮮のミサイルは、直近1ヶ月は大丈夫ですか？いや、なんかね、あんな、ちょっと怖いかもよみたいな動画出しといてさ、でミサイルを彷彿させるとか自分で言っといてさ、これ占っといた方がいいよね。北朝鮮のミサイルは直近1ヶ月は大丈夫ですか？大丈夫ですかって、これなんかさ、日本海に落ちるとかさ、日本に落ちる的なさ、その、何？結構に、日本に被害がないかみたいな、そういう意味。北朝鮮のミサイル。だから太陽がなんかさ、怖いんだって逆に。逆にすんごいいいカードなのに、なんか若干この何爆発みたいな。でも他のカードいいから大丈夫なのか。うん、ミサイルじゃないのか。そっか、ミサイルじゃないと思う。多分まとめますと、6月20日以降まだ注意すべきかは、悪魔がキーカードで出たのでまだ注意すべき。地震プラスあと水のカードが逆向いてたのでね、水害、あの津波とかさ、水害的なのに注意してほしい。で、北海道 30% くらい。東北 30% くらい。でもこう、東北はね、常にこう、悪魔みたいなのをこう、はらんでそうなので、ずーっと長期的に注意してね、みたいな。うん、今だけじゃなくて、長期的に注意してね。今回は低いけど。で、高いのはここよ、この辺。北陸、関東、東海。お、高い。北陸は 70% 備えてて、ミサイルって聞いたけど、なんかこれ、違う気がする。さっき聞いたら。で、北陸も水のカードが出たんだ。で、関東は、なんか東北で大地震が来るよりは、それよりは危険度が高いかな、みたいな感じが出た。東京じゃない、関東ね、関東も備えて、で、東海も備えて、水。だ、北陸と東海がなんか似てんだよ。こことここが似てる。うん、結果が。で、近畿、あと南の方は、比較的そんなに高めじゃなかったかな。中国地方が備えて、ここが気になるけどね。恋人の逆。近畿もなんか東北に似てて、長期的に何かこう、はらんでるから長期的に注意してねっていうのと。で、九州と四国は今回はいいカード。今回は、だからね。また変わるかもしれないので、うん。別に、いいカードが出たから、わーいって手放しで喜んでみたいな感じではないので。まあ、とりあえず、四国九州は良いカードが出て、沖縄もなんか、他との連動みたいなのはありそうかなって思った。ということで。北陸、関東、東海、中国、沖縄。この辺、気をつけてほしいなって思いました。はい、以上になります。あー、関東入ってる。おう。さて、じゃんけんいきましょう。たまーき、じゃんけんぽい。パンなので、チョキの人の勝ちだよ。ね、皆様、水とか、すぐ食べられるものとか、あとなんだ。あとなんだ。うん、備えをとにかくちょっと調べて、何が必要か、この季節。寒さは大丈夫だけどね。暑いよな。うん、はい。では、さよなら、ありがとうございます。